厚生大学の学生南光太郎は幼い頃に家族と死別したが、学者秋月総一郎の養子となり、実子信彦と兄弟のように育てられた。光太郎と信彦が19歳になったその時、彼らは悪の組織ゴルゴムによって誘拐され、改造手術を施されてしまう。脳改造直前に間一髪逃げ出した光太郎だったが、ゴルゴムの恐るべき目的を彼に話した養父総一郎、雲怪人に惨殺される。怒りに震える光太郎の体を凄まじい力が覆う。こうして仮面ライダーブラックの戦いが始まったのだ。
こう。行くぞ。ライドアップ。パンチ。キングストーン。クラッシュ。ハッ。左旋。ランダーチャーム。行くぞ。ランダーチャーム。行くぞ。ライドアップ。この味覚だけよと、俺は戦い続ける。